田中加子は日本のスーパーセンテナリアン、ギネス世界記録保持者。現在118歳の福岡県福岡市、東区在住の長寿の女性。日本並びにアジアの歴代最高齢者。世界最高齢者であった宮古千代が2018年7月22日に死去して、以来、長寿世界人並びに日本一となった。 2020年9月19日に117歳261日を迎え、田島ナビの記録を上回り、日本国内の歴代最高齢記録を更新した。2021年1月2日には確実な証拠のある日本人として初めて118歳の誕生日を迎えた。確証のある1903年生まれの世界最後の生き残り。1903年生まれの著名人に、 金子込鈴、草野新平、高淳高校、小津安二郎、小林滝喜二、堀越次郎、山本周五郎などがいる。また、1903年に亡くなった著名人に、マーガレット・アン・ネーブ、市崎志郎、尾崎紅葉、西郷田野も、滝連太郎などがおり、田中が生まれた時点では存命していた。1903年1月2日、 福岡県カ谷郡群和次郎村の農家を営む大竹の三女として誕生。田中の生まれた1903年は、ライト兄弟が人類初の友人動力飛行に成功した年で、翌1904年に日露戦争が開戦している。1915年に和次郎神城高等小学校を卒業後、12歳で小森暴行となる。1922年1月6日、 19歳の時に1歳年上のいとこの田中秀夫と結婚。家族で田中餅屋という店を営み、餅屋全財、うどんなどの店頭販売を行っていた。加えて松葉、砂利、縄の販売、船舶による運送、車屋の賃貸など、経営は多岐にわたっていた。戦時中は博多海軍航空隊内にうどん店を出店した。福岡大空襲では、 居住していた西戸崎は被害を受けず、難を逃れた。秀夫との間に4人の子を授かった。長女の越子が1929年1月23日に生後1ヶ月で溶接した後、自身の姉である坂井花の次女の初絵を幼女として引き取った。さらに戦時中は創生した、秀夫の妹夫婦の子供3人も預かって育てて、 いたが、幼女初江は1945年2月19日に23歳で死去した。戦後に、次女の和子を授かったが、1947年9月26日に1年3ヶ月で死去した。夫の秀夫は、1923年1月に、徴兵検査を受け、公主合格となり入園したものの、同年10月に病気により除退した。 1937年に日中戦争に再び招集され、1939年1月6日に帰還。後に再々招集され、ガダルカナル島の戦いで飢餓に陥るも、転身命令によって命を拾った。一方、長男の信夫は1942年に三鳥区軍飛行学校に入学し、翌年から朝鮮、満州に出征した。終戦後は、 ウランバートルに抑留されたものの、比較的恵まれた保養生活を送り、1947年11月5日に帰還した。戦後、1950年に中流米軍や牧師の影響で秀夫とキリスト教に入信し、1959年に夫婦で西戸崎バプテスト教会内にサザナミ幼稚園を設立し、1997年に閉鎖するまで運営した。 その後も、夫婦で、餅屋の切り盛りをしていたが、63歳の時に隠居。その間、いとことハワイ旅行に出かけたり、子供や孫のもとへ出かけたりしたという。また、1970年代に、結婚50年を記念して、ロサンゼルスに行ったり、カリフォルニア州とコロラド州の親戚を訪ねたことがある。1970年には、聖火店をはじめ、 80歳手前になるまで働き続けた。その後も102歳で施設に入所するまで店頭に立つことがあった。1993年2月9日、70年以上連れ添った夫、秀夫が死去90歳没。2005年5月5日、家業を継いだ長男の信夫が大腸がんにより死去80歳没。同年、 102歳で福岡市東区の有料老人ホーム、グッドタイムホーム1、海の中道に入居した。田中が107歳を迎えた2010年に、その人生の歩みを綴った電気を次男夫妻が、自費出版した。何度か大病を患ったことがあり、1938年7月にパラチフスに幼女と共に感染。45歳で、水臓癌の手術。 76歳で胆石の除去手術、90歳で白内障手術を経験。また、有料老人ホーム入所後も103歳で大腸がんの手術を経験した。117歳頃まで手押し者を押しながらの歩行が可能であった。2021年1月2日の118歳の誕生日時点でも食欲は旺盛で、当日もお粥や野菜スープなどを食べたほか、 老人ホームの職員から誕生日おめでとうございますと声をかけられると手を叩いて喜び、ありがとう、みんな拍手してくださいなどと話した。2018年7月22日、宮古千代の死去に伴い、115歳201日で長寿日本一並びに長寿世界一となり、史上初めて日本人が3人連続で長寿世界一となった。2019年3月9日、 116歳66日でギネスワールドレコーズ社より存命中の世界最高齢に公式認定され認定証が授与された。その際に報道陣からこれまで一番楽しかったことについて尋ねられると今と答えた。同年4月30日自身にとって5番目の言語となる令和への改言に際したインタビューで1日でも長生きしたいと抱負を述べた。 2020年1月2日、117歳の誕生日を迎えた。117歳となったのは、確実な証拠がある中で9人目、日本人では4人目である。同年1月30日、117歳28日で、大川美沙夫の記録を上回り、世界歴代8位、日本歴代3位の長寿となった。同年3月24日、117歳82日で、 宮古千代の記録を上回り、世界歴代7位、日本歴代2位の長寿となった。同年5月19日、117歳138日で、エンマ・モラーノの記録を上回り、世界歴代6位の長寿となった。同年7月10日、117歳190日で、バイオレット・ブラウンの記録を上回り、世界歴代5位の長寿となった。同年8月20日、 117歳231日で、マリー・メイ・ユールの記録を上回り、世界歴代4位の長寿となった。同年9月19日、117歳261日で、田島ナビの記録を上回り、日本歴代1位並びに、アジア歴代1位、ジャンヌカルマン、サラナウスに次ぐ、世界歴代3位の長寿となった。2021年1月2日、118歳の、 誕生日を迎えた。118歳となったのは確実な証拠がある中で世界史上3人目、日本並びにアジアの人物、20世紀生まれの人物としては史上初となる。また人類が118歳に達するのは1998年9月に118歳を迎えたサラナウス以来約22年ぶりのことであった。ありがとうございます。